Daimon tachi yonde ru ze kureba kuru hodo afureru power sekai ju kara tsukamaeru yume wa muteki no gourmet fighter sa ume no soko e kyouga no take e tonde jan 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 katake knock 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 kansha komete itadaki Gourmet Survival 2! サバイバル2。なんだ、松も起きてたのか。 俺は美容のために早寝早起きを心がけてるんだ。いい匂いじゃの。次郎さん、おはようございます。次郎さんも美容のために早起きですか。いやいや、年を取るとどうも朝が早くなっての。松井、朝飯くれ。 もちろん美容にいいんです。ビタミンCと、コラーゲンたっぷりで頼む。わかりましたよ。ってしまった、卵がないや。仕方ない、今日は別のもので何か作るか。しょうがないな。朝食前の運動代わりに食材集めを手伝ってやるよ。足もお供するかの。 小松くんにはいつも美味しい食事を作ってもらってるからの。ありがとうございます。お二人が一緒だととても心強いです。頑張ってください。
考えると結構だ。つってもそのうちの半分はトリコとゼブラの二人が食っちまうからな。確かにどれだけ食材を集めてもあっという間になくなっちゃいます。なんとかするしかないの。ついでに肉も手に入れていこうぜ。いくらあっても余ること。はWe'll be right back.
とジローさんのおかげで卵が集まりました。本当にありがとうございます。お役に立ててよかったの。礼はいいから、最高に美しい朝食を作るよ松。はい、キャンプに戻ってすぐに朝食の準備をします。もうみんな起きてお腹を空かせてるかもしれない。まったくだ、さっさと帰って。つぶらさん、小松、早く帰ってきてくれ。うっせ、トリコ、お前らの食う分まで集めるためにこんな奥まで来て。でもこれから先もっと奥を探索するためには今ある、うん、ここはちょうどいい広さと平坦さじゃな。キャンプを張るには最適の場所じゃよ、ここだな。そろそろキャンプの移動も考えた方がいい。食事が終わったらボーノさんに話してみましょう。ボーノさん、ここがさっきお話しした次のキャンプの候補地です。なるほど、確かにキャンプにはうってつけの場所ですね。ここなら問題ないじゅ。危険も少なそうですし、食材探しにも行きやすい場所だね。なかなかいい場所じゃないか。よし、それじゃ荷物を運ぶとするか。